さあ、クッパパーティーやりましたけどね。この間ね、どうでした？いや、もう惨敗です。リタイアに3回ぐらいしちゃったね。意味わからんよ、リタイア制度。だからちょっと、一回ね、マリオパーティーになれよ。マリオパーティーやりましょう、じゃあ。うん。クッパーで、ここでちょっとなんか、準備運動してからやろう。うん。それ、変える？コム。コムは、やっぱマリルイだね。あれ強さ。ミスった。強さはいいんちゃう？変えなくて。いい？うん。ちょっとルイさん右に持ってっといて。あ、私選べないわ。あ、そう？うん。オッケー。ここじゃないとこにしようよ。ここじゃないとこ。これか。うん。どこがいいかね。ああ、いっぱいあるんだ。あ、いっぱいあるんだね。ハラハラキャッスル。ここおもろそうじゃん。ウキウキエアプリン。ウキウキ？猿ってこと？いや、猿のウキウキ？違う。ウキウキ、東京ブキウキのウキウキでしょ？ブキウキじゃない？ブギウギじゃね？東京ブギウギ。いやー、みたいなこと言ってるでしょ。いやーみたいな。マリオパーティーようこそ遊んでもらいます。お、リトルスターを多く集めたプレイが優勝です。あ、やっぱり。あ、え、ルーレットなの？ありがとう。いいんじゃないの？一番目ダメなの？あ、いいけどさ、いや私二番目だったから良かったなと思って、ルーレットって決められるのかなと思って、今までサイコロで決めてたん、自分が。運命のルーレット。回して。あんま知ってる人いないから。いるやろ。世代がバレるでよ。バレるでよって何？バレるでよ、それ。アディオみたいな。え、何これ？え、何？何これ？クッパを閉じ込めてるからあと5つです。すべて外すと、あ、封印が解かれるファウードみたいにね。え、ダメだよ、じゃあ。とてつもなく巨大な魔物であるみたいな。ファウードもあれやばかったんだからね。まあでもカルマ、ケルマディック海溝に落とせば大丈夫。いや、あいつ泳げるから。誰がわかんの？わかる人いるからな。シンクロナイズドスイミングみたいなことやってたから。本時期のガッシュですね。クジラ丸飲みにするしさ。ファウードが最初に食べた生き物ね。人間界で。クジラね。おしゃー、何？おっしゃって言ったけど、何？ 1、3! パッド持ち替えじゃないの？俺。違うか。おぉ。悪い字が裏切った感すごいよ、これ。お前お前そっちに付き上がって。それかスパイやってる可能性ある。え、やばくない？これ。やばくない？これさ、ちょっとさ、私がデブっていうことさ、配慮に入れてくれてる？関係ないっすよ、そんな。余裕で即傾くやろ、こんなん。じゃあ、サスケはさ、デブの人は簡単なコースとかないでしょ？あれはデブの人出ないじゃん、だって。ああいや、私上手くないから、人間。あ、やばい。なんだ、一回当たっただけだったね、なんか。あ、嘘！押し切り！うまかったな。なんか奇跡だったね。うわ、喜び方が鬱陶しい。何指立ててんのおもろいやん。え、なんかスッて変わる。パーティーゲームってやっぱおもろいね。あれ、なんかあれズターじゃない？あれズターだ。え、これマリオ取っちゃうんじゃない？これ。あ、取るやん。うわぁ。8！ やば。あ、でもあ、マジ？何がチェンジ？AGV 変わらんやん。どういうことや。これズターのとことつながったってこと？ああ、はいはい。よししもらってくれて。
で、それが入れ替わって、もうよくわかんねえよ。ホローバスティオンみたいになってるやん、なんか。明るめのね。明るめのホローバスティオン。うん、え、何あの気持ち悪いやつ。え、チョロボン三兄弟です。まあ、無視していきますけど。あ、いいんだ、無視。おし、ミニゲーム。あ、VSO。かわして蜂蜜がいいじゃん。瞬間ゴルフ。瞬間ゴルフ。盾持ち。ボム兵を避けて素早く撃とう。あー、ボム兵は撃たなくていいってことね、じゃあ。早く撃ったらいいってことね。ボム兵って隣にいる人に投げつけていいの。ダメなの。うわ、むずい。あ、手裏剣ゲーと一緒だ。あー、よっしゃー、はやっ、えぇーい、あ、やべ、あ、見てなかった今。あーもう終わりだー、みんなミスってんなー、もう終わりだー、もう一回来るやろ。あ、来ないー。喋りません。あ、いやー、やられてんな、うまい具合に。めちゃめちゃボム撃ったよね、君。そんな誇らしげな顔されてもな。2だから。圧勝ですよ。これ何なの？ホローバスティオンみたいな。こっちズターのターンってことでしょ。うん。こっちに繋がってるときに回ったら嫌なんだよね。だからよろしく頼んますよ。よろしく頼んます。あ、言ってくれてるやん。やっちゃったね。何してんの、キャンさん。え、クッパを閉じ込めてるだけあと一つ。いつの間に？いつの、誰開けてるやつ。裏切り者がいるだろ、ユダがいるだろ、これ。あ、なんか木の、何急に何？俺、ジゴロサイコロ。私、ゼロイチサイコロなんだけど。ゼロイチサイコロ？いいのゲットしたんちゃう？うん。行くな！よし！だよね。だから、ゼロイチサイコロにかかってる、私。なるほど、ゼロで出せるってことね。ん？どっちが、そ、こっちと繋がるんだよね。これゼロを出したいってことね。ゼロを出したいです、私は。1だったら、まだ、あ、でもゼロ、まあ、1でも最悪ね。最悪、まあいいよ。まだ。お、どうだ。やったー。うまいことやる。あ、変わるんだね。あ、あー、そうだよね。うわー、でもプラス8になるのか。うわ、いったな、こいつ。いったよ。うわ、しかももう一個も。うん、だから、プラスマイナスを考えると。うん。いや、でも、行くリスクないよな、さっきのね。あ。何？どうした？誰かが開けたんだよ。誰が開けてんの？マジで。あ、なんだ。いただくぞ。もう、風穴を？風穴だ。え？誰、奈良君？奈良君の呪い。奈良君にやられたの。うわぁ、なんか生きてるわ。え、何が起きてるかちょっと、いまいち理解してないんだけど。好き勝手暴れやがって、あいつ。天気も悪いしなぁ。あぁ、散々だね、マリさん。でも、ここで、多分、あ、いけないんだ、しかも。かわいそう。かわいそうに。あいつ、アホみたいに01サイコロ使ってくんないかな。あ、やばいね。え、これやばくない？いや、だから、ここまで行ってもいいっていうリスクを取るかだよね。プラス8が目の前にあるから。いや、取らんやろなぁ。あ、行った。こっちの方がプラスという判断をしたんだね。なるほど。何何何？チェンジ。俺、ルイージになったら笑えるな。全然。ええ。目の前にある。ゼロ1はもうないよね。あー、何あれ、何個マイナスされんの？もう一気に進んじゃった方がいいね。もう行くよ、じゃあ。
はい。俺何もやってないのに、意外と俺結構優勝あるんちゃう、これ。うわ一回も俺取ってないよ、スター。よし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 、入ったー。あ、15。ボスバトルゲーム。ボスバト？なんか来たの？え、クッパのカザーナ。あ、自分から入ってくんだ。吸い込まれるとかじゃなくてね。誰だ、ボスは。巨大チョロップ、君や。やったーかわいい。空中迷路バトル。おーおーおー。僕に勝てるかな。やっぱ話聞いてなかった。何何あ。迷路を抜けた順に大砲で攻撃。ね、じゃあ抜けない方がいいってこと？抜けた方がいいってこと？あー、そういうことや、ね。あ、チョロップにね。あ、かわいそうだぞ。かわいい。むっくりしてんな。今更だけど私悪いじなんで。あ、うん。私、あの、我あご、我あご割り。我あご割り。そんな二つならないけど。おぉ。かわいい。はまっちゃってない、あれ。かわいそうに。今、道を覚えるチャンスちゃう。そうなんだよ。でも全然私苦手でわかんないんだよね。え？めっちゃなんか俺イージーなんだけど、迷路が。え、嘘でしょ？羨ましい。だって特に迷う道もなかったよ。あ、そうなの？撃て撃てー。え、これ絶対当たるやんね。うん。ん？うわ、変わるんだ、道が。なるほどね。オーケーオーケー。あれ？やばい、真ん中行き止まり？もしかして。よし。あー。おっせ。あ、もう着順を確定してやってやる、イージー。ぐらい。ぐらい。目を狙ってるよ、イージー。チョロップダメだよ。瞬時に投げないと。こうやって構えてる場合じゃないんだよ。砲弾っていうのはね。あ、私どこ？あ、やべえ！ボマー。あ、右だった！違う。あ、こっちだ。よし。間違えたな。やべ、怒った。もう怒ったぞー、こんな地味。どうすんの？どうすんの、それ。一緒やん。どこから出るか教えてもらっていいかな、マリオさん。オッケー。あー、なんか、なるほどね。行き止まりが。着順が確定してる。俺の後ついてきてるからね。だってそこも最短ルートだったんだもん。長このミニゲーム、そんで7ボスだからか。待って、7でしょ。うわー、俺遠くね。ちょっと2番目で行った方がいいんじゃん、これ。なんで？だってちょうど倒せんじゃない？ああ、倒したらボーナスがあるからか。わかんないけど。それを見込んでね。だって5ポイントだよね。ってことはそんなに減らないと思う。あれ？あ、ミスった計算！ミスった！よかった、でも。やられた。え？かわいそう。うわぁ、私がだから3着だったら、あなちゃん勝ててたんだ。なるほど。それ計算に入れないとね。そう。うわぁ、計算ができなかった。あと何発でやられるのか。で、どうなんのこれ。え、同点1。あ、新しい場所があるんだ。新しい場所？ほら。おぉ。チョロプーの次の敵誰だろうね。カメックとか、うん。じゃあ、一回ここで区切る？一回区切っとくか。オッケーオッケー。いいよ。じゃあ、ありゃりゃしたですね。ありゃしたー。